YouTube をご覧の皆様、ワイパーのとしみです。鈴木です。はい、中村じゃありません。はい、はい、珍しくこの2人になってます。初っすね。あ、確かに2人っきりは初ですね。うん、確かに確かに。横木さんとペアのイメージ、なんかこの通常の動画では ありましたまたはもうやっぱ私はマネライブで慣れてます、ね、確かに、はいはい。まあ、ということでこちらですね、うん、商品紹介では初の組み合わせなんですが、はい、今回ご紹介するのはですね、なんとこちら、先日販売して大好評いただいた WP1006 番、うん、エクワックスのジェネワンパーカーに続き、はい、ジェネレーション2も作っちゃいました。さすがですね、はい、これ今年初のリリースになります。うん、多分出るんじゃないか出るんじゃないかと思われてた方も多分多いと思うんですけどね、うん、はい。まあ、ということでこちらですね、通称ジェネ2、第2世代のですね、エクワックスパーカーのご紹介です。はい、はい。でまあ、これに関してはですね、表地は基本的には、まあ、ジェネワンパーカーと一緒になりますので、はい、まあ、すでにおなじみかと思います、うん、まあ、ブラック、コヨーテ、そしてウッドランドと定番から3色になっております。はい、はい。でまあ、やはりですね、ジェネワンが毎年非常に人気高い中、うん、まあ、あのジェネ1、ジェネ2と、まあ、デザインが違うものが存在するわけで、ジェネ2ないんですかっていうような声もあったので、うん、そのリクエストにお答えして今回ついにジェネ2登場というような感じですね。さすがですね、はい、待ってた方も多分多いと思いますよ。うんうん、まあ、最大の違いはですね、こちら見ても分かる通り、はい、フードが収納型になってますね。うん、はい。まあ、ジェネ1パーカー、特に当店での販売が前期型っていうのが結構首回りがボリュームがあるんですよね、うん、フードが。なので、まあ、それをですね取っ払って、まあ、かつ収納型にすることによってフード自体必要に応じて、取り出して被ることができるということで、より機能性が高まっています。はい、はい。じゃちょっと実物をせっかくなんで紹介したいと思います。はい、じゃーんと、はい。まあ、ちょうどとしみさんが着ているウッドランドの実物になります。うん、ね、これちなみにあのアメリカのフリマで見つけてきた。そうですね。そうそうそう、だから意外と探すとこのウッドランドの個体ってもうなかなか見かけることないんですよね。もう普通にうちで販売してる実物品だったら、あのデジカモのネイビーのものとか、はい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 、あとは ACU だったりとか、ね、はい。まあ、基本的にデザインは一緒なんですけど、まあ、あのこれですね、陸軍のこのウッドランドカモっていうものが、まあ、元祖エクワックスのジェネ2になりますね。はい、はい。まあ、どうですか実際こうやって。いや、はい、全然遜色ないし分からないじゃないですか。そう、まあ、しかもこの今回ですね、ウッドランドパワーアップして、はい、まあ、撥水性だったりも性能アップするのと同時に、この裏地がですね、このようにちゃんとマスタードカラーのですね、裏地も再現しております。か抜かりないですね。そう、そうなんです。まあ、実際それぞれですね、この襟からちらっと見える通り、ブラックには、ダークトーンのメッシュ、そしてコヨーテにはこのようにですね、同色の、はい、裏地がついております。ウッドランドも同様ですね。まあ、これがですね、結構その見えないところというか裏面にまでしっかり、うん、細部にまで、ね、そうそうそう、こだわってるというような感じです。はい、じゃあディテールですね、ディテールを紹介していきたいと思います。はい、まずこちらですね、先ほども言った通りスタンドカラーなんですが、うん、はい、フードを開くとこんな感じですね。はい、じゃあちょっとせっかくならとしみさんのそれフード出してみましょうか。はい、だからレベル7のジャケットのような感覚でいいですよね。そうですね、こんな感じでくるくるっと丸めたフードを出すとこんな感じです。はい、出してみるとこんな感じですね。はい、うん、
これは結構好みで選べるんじゃないかなと思います。レベル7でもフードを出しっぱなしにする人もいれば収納する人もいるという感じで、これは好みですね、はい、完全に、はい、でそしてこの正面の前立てはですね、スナップボタンの尾翼になってますね。でさらにここ、これはジェネワンでもおなじみですね、舞台章を取り付けられるストラップがついております。そしてポケットなんですが、ポケットはですね2つ存在します。まずこのフラップ付きのですね大型のポケット、雨蓋がついていますので、はい、まあ、水に濡れたくないものだったりはこのようにですねシャットアウトできます。でさらにちょっと手が寒いよっていう時は、はい、サイドのハンドウォーマーポケットもついていますね。これが事実嬉しいポイントの一つかな、うん、ですね、うん、まあ、結構収納力と機能性がアップしております、ね。でさらにですね、ちょうどこれとしみさん知ってるんで分かるんですけど、はい、フロントはですねダブルジップになってますね、はいはい、まあ、このようにですね裾をちょっと広げてシルエットをですねちょっと裾に広がるような感じで着用することができます。はい、ドローコードでこうやって絞りますね、はい、はい、まあ、なのでドローコードでキュッと絞ってシルエットを変えることも可能になっております。そして袖なんですけど、袖に関してはこのようにユーティリティポケットが左右についていますね。おい、はい、でそして袖口はですねベルクロになっていますので、手首の太さに合わせて調整が可能になっております。さらに背面は、まあ、こんな感じでシンプルなラグランスリーブになっておりますね、うん、じゃあちょっと前を開けてみたいと思います。おい、フロントをですね前立てを広げるとこのように大型の太めのビスロンジップがつくんですが、これですね左右に、はい、隠しポケットがついてますね、はい、嬉しい。これは結構普通にしてても気づかないかもしれないんですけど、うん、本当にここは大事なものだったりとかですね、うん、入れておけばいざという時になくす心配も少ないと思います。だからこの動画説明、商品説明見てない人だとこれ一生知らないまま、ね、確かに過ごす方もいらっしゃるかも。そうっていうぐらいにこのさりげないんですよね。ファスナーの横に少しこのマジックテープらしいものがあると思ったらパカッと開くとポケットがつくと。しかもね容量も結構ありますんで、ですよね、はい、結構深いです。深いですね、まあ、実際にこのようにですね裏面を、脱ぐとですね、はい、まあ、このようにポケット袋が左右についています、はいはい、さらに左胸にはですねこのようにインストラクションラベルがついております。そうですね、はい、でさらに裾に関してはジェネワン同様にパウダーガードがついているので、はいはい、まあ、これをですねパチッと止めることで中から雪の侵入を防ぐ効果もあります、はいはい、という感じで、まあ、この実物と比較してもほぼ同等、いや、まあ、むしろいいんじゃないですか。そうなんならそう新品ですし、新品で、はい、これを着れる機会なんてなかなかないと思いますね。そうなんですよっていうぐらいにこれですね実物も結構まあ手に入ることは入るんですけど、まあ、やはり古いものですので撥水性だったり機能を求める場合はむしろワイパーインクの方がいいんじゃないかなと思います、うん、断然そうだと思います、うん、実際にこちら素材にはですねパーテックスアンリミテッドを使用していて、防水透湿素材になっていますね、はい、でこちらがですねジェネワンから進化した点もう一つあって、ジェネワンはですね、この3レイヤーの生地の裏にさらに通常の裏地がつくんですよ、はい、ただそれを裏地をもう排除してこの3レイヤーの防水透湿のシェル1枚になっているんですね。そうなので、まあ、こうやってめくると分かるんですけどもシームテープがもう直接見えますね。はい。こうやってですね。そうそうそう。なんで、まあ、これ逆にこう裏地を取り外すことで軽量化にも成功してる。なるほど。はい。まあ、なんで結構ジェネ2はですね、より機能性が高まってる印象かなと思います。ね、いいですよね。やっぱ。はい。ちなみに私もまあレプリカものではあるんですけど、うん、富士山の登山でジェネ2を着て登山しました。してましたね、はい。はい。結構調子良かったです。そうです。はい。ただこの今回ですねワイパーインクで作ったこのパーテックスアンリミテッドですね実際に撥水の試験も出てるんですけど、まあエクワクスですね当店も3年目になるんですけど毎年実は性能上がってまして、うん、上昇中っていうわけですね、はい、毎年若干生地にいろいろですねテストを繰り返して、どんどん性能を磨き上げて過去最高スペックでの撥水機能を持っております。頼もしい。はい、はい、なんでこれはぜひですねちょっと雨風とかバイクとかレインウェア釣りする人とか、うん、なんか雨とか過酷な環境に身を置く人にはですねちょっともってこいな一着じゃないかなと思います。確かにですね、まあでもファッション的にもね、はい、やっぱ僕個人としてはやっぱこうやってスタンドで着ることが多いので、うん、はい、やっぱそっちのファッション的には結構使いやすくていいかな、なんかフーディーで合わせて、ね、うん、いいと思います。
で気になる、サイズ感なんですけど、今回ですね、実物のレギュラー丈をサンプリング完全再現しております。はい、まあ、そんな中で、それぞれですね選んだサイズ、としみさんは？私は L サイズを着用しておりますね。はい、うん、ジェネワン同様着るなら L サイズか、うん、まあ、結構ゆったりめが好きっていう感じだといいかもですね。うん、いいと思います。はい、で、はい、自分がですねこちらで M にしました。まあ、XX ですね、結構サイズが少しやっぱりインナーにこう着込むことを想定していて大きめなんで、うん、ぶっちゃけ言うと S でも着れます。うん、ただまあ冬場に、まあ、実際にその防寒着として中にフリースとか厚めのフリース、それこそ当店でも販売している XX のジェネ2 WP1018 がまさにこれとセットの同世代のフリースになるので、まあ、あれを装着した上から着るのであれば同様に M サイズ購入したんですけど、この M がいいかなと思います。ですよね、私もあれ購入したので、はい、絶対 L がいいかなと思います。うん、ですね。じゃあフリースをもしお持ちの方だったら同じサイズで合わせるのが一番いいですね。うん、ですね。はい、はい、というような形で選べるサイズ展開ですね。はい、S から XL の5サイズ展開3色になっております。はい、はい、まあ、ということで、うん、性能もデザインもこだわり抜いた自慢の一着になっていますので、うん、こちらですね、ぜひ販売開始までしばらくお待ちください。はい、ではですね、続いて気になるサイズ感はこちらの映像をご覧ください。いかがだったでしょうか。今回はワイパーインクが送る、クワックスジェネ2パーカーのご紹介でした。はい、まあ、いや本当ね、はい、多分待望のジェネ2なんでね、うん、結構反響いいんじゃないかなと思うんですよね。確かに、しかも今回が初めてじゃないですか。はい、うん、まあ、でも実際に確かに見ていて結構ジェネ1とはまた違ったシルエットを楽しめるので、印象なんで、はい、同じ素材カラーとはいえ、はい、ちょっと別物かなと。なのですでにジェネ1お持ちの方も全然ジェネ2もね、うん、2着目として考えていただいていいかなと。そうですね、思います。はい、うん、まあ、というような形で性能もピカイチな自慢の1着ですので、ぜひですねよろしくお願いします。します。気になる販売日はですね、下記の日程で販売開始させていただきます。はい、で販売当日はですねライブ配信またさせていただこうと思いますので、皆さんですね、はいはい、気になる色サイズですね、うん、実際試着してご紹介したいと思いますので、はい、ぜひそちらもご覧ください。お願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。なんけコッケコッケ